前回富山も決勝進出したんですが、振り返っていかがでしたか？そうですね、準決勝は結構長い距離踏めてそのまま押し切れたんで調子はいいかと思います。逃げの決まり手も近況10回ありますが、どうでしょうか最近のレースは？そうです、最近は割と早めに話しかけることを心がけてるんで、はい、そういう決まり手になってるんだと思います。伊藤は何かイメージあるでしょうか？割と1着を取れるイメージです。初日特選競争どのように戦いますか？先行主体で頑張りたいと思います。ラインも3人になりそうですかね？そうですね、やっぱ7車立ての3人はすごい有利なので、先行できればいいかと思います。前走ですが、ご自身ではどう振り返ってますか？そうですね、ちょっとまあ体がどうこうではなくて、まあ、ちょっと、まあ、自分でも原因は分かんないんですけど、ちょっと叩いちゃったなっていう印象はあります。はい、そこからの調整いかがでしょうか？そうですね、練習してなんかそのタイムが出ないとかそういうのではなかったんで、まあ、ちょっとまあもう切り替えて今回に来ました。初日はどう戦っていきますか？そうですね、まあ、3分戦になるんで、まあまあ、自分の持ち味はもちろんですけど、まあ、ある程度も後方にならないように位置にもこだわっていきたいなと思います。伊藤はイメージ持ってますか？そうです、久しぶりに来たんで、はい、でも、まあ、そんなに悪いイメージはないですね。はい、地元完全優勝おめでとうございました。ありがとうございます。レースは振り返っていかがですか？そうですね、3日間とも人の後ろで、まあ、地元の番組に助けられたなっていう感じです。前で戦うときはどういうことを意識されてるんですか？まあ、何でもレースの流れに応じて何でもやれればいいかなと思ってます。では初日はどう戦うんでしょうか？初日は前で自分で、まあ、勝てるように走ります。33バンクはいかがですか、相性というのは？A 級で33が初めてなので、まあ、7車になってどういう感じか、まあ、分かんないですけど、まあ、とりあえず自分の力を出せるように走ります。